野球をやったんだっけ最近。あ、昨日やってきました。どうだった？いや普通にできた。行きました。ああ、ちょっと軟式だったんで、あんまり投げなかったんですけど、試合感を取り戻したらちょっと助っ人で行ってきました。そうやった後にも痛くなったりとかは？いや、手首は大丈夫だった。はい。あ、そう、肩の方がじゃあちょっときちゃった。そうですね。久しぶりにやったっていう感じ？野球の試合はそうですね。キャッチボールとか、あの素振りとか、あの家でできるやつは家でずっとやってたんですけど、その人が投げたの打ったり取ったりとかっていうのは久しぶりだったんで。これ強さはどうかな？はい、大丈夫。大丈夫。今度は手のひらを下に。下にしてその場所。これはどう？ちょっと痛い。ここは。そこと、あと普通に筋肉の方も。ああ、伸ばされてるって感じ。はい、こっち。これはそんなでもない。そうです。ちょっとたまに来るんで、そこまで痛いってちょっと、はい。最後テーピングを貼っていきます。はい、お疲れ様でした。これで様子を見てください。はい、ありがとうございました。